はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄太です。今回は受験相談室ということで、皆さんからいただいた受験に関する質問にどんどん答えていこうと思います。ということで早速一つ目の質問から、中学高校時代には塾に行ってましたかという質問ですね。はい、僕行ってましたね。僕は高校1年生の時は大体週2コマ塾行ってまして、高3は1年通して、映像授業ね、2講義分かな取ってましたね。もちろんね、どの講義も大変勉強になったんですけど、塾行ってね、僕が強く感じたのは、結局最終的には独学が最強で、でそのね、学校の授業だったり予備校の授業だったりっていうのはその補助でしかないなっていうことですね。だからひたすら授業取りまくってね、全て消化不良になるぐらいだったら、この講座やるぞっていうね、マスターするぞっていうものを決めてね、そこだけ取って、あとはね、独学で極めていくのが一番効率いいんじゃないかなと思います。実際僕もね、夏期講習とかね、そういう夏休みとかは全く取らずに全部独学で進めたんですけど、かなりね、その期間めっちゃ勉強になってすごく、ね、成績も伸びたので、夏休みどういう風に過ごそうかなって悩んでる方はね、参考にしてみてはいかがでしょうか。続いての質問、河野さんって中高生の頃ゲーム機持っていましたかというね質問なんですけど、僕はですね結構ねゲーマーなんですよね。モンハンとか太鼓達人とかねめっちゃやってたんですけど、ただねその中でもちゃんと僕はねメリハリを持っていたっていう自負がありまして、高1の時めっちゃね本当にモンハンやってたんですけど、ちゃんと学校の成績優秀なところ取ってたり、あと大学受験に必要な英単語帳1冊ね全部高1のうちにね覚え切りましたね。だからゲームやりたい方はね、本当に自分がメリハリを持ってちゃんと勉強もできる、両立できる人間だっていう風に思ってる方はねやってもらってもいいんじゃないかなとは思います。でもぶっちゃけ学校のね授業でもう手一杯で、それ以外の問題集とか英単語帳とかねやる余裕すらないよっていうね、そういう方はゲームねやってる時間はないんじゃないかなという風には僕は思いますね。だから今ねやりたいゲームがある方はそこをグッとこらえて、でもしねある程度進めちゃってもうすぐでエンディングなんだけど気になってしょうがないよという方はね、もう爆速でクリアしてください。そのゲームやりたいなってね何日もずっと思ってるぐらいだったら、パッとね終わらせて、もうね勉強にあとはもう集中できる環境にした方がむしろね逆に効率いいかなと僕は思うので、そんな感じですかね。じゃあ続いての質問、国立難関大の法学部に行きたいんですけど、高1からで間に合いますかねという質問なんですけど、ズバリはい間に合います。3年あればどうにでもなるし、もうね間に合うかなじゃなくてね間に合わせるんです。それでは次、いい大学って偏差値が高いってことですか？自分が本当にやりたい学問を学べる学部に行かないことについてどう考えてますか？偏差値で選ぶか、今興味がある学問を学べる学部のある大学を選ぶか、どうしたらいいですかという質問ですね。これについては興味があるね学問を学べる、そこをね重視したらいいかなと思います。僕ね大学6年間いたんですけど、通いながらね周りの人を見ながら思ったことは、本当にねやりたくのない勉強をね4年間6年間やり続けるのは本当に苦痛ですよね。逆に好きだわーって思いながらねその勉強をずっとね続けてたら、その道の第一人者になるのも無理のない話だと思うんですね。そういう意味でいい大学がどこかっていうのはもちろん人にもよりますし、偏差値を最重視した結果その好きな学問っていうものをないがしろにするのはね普通にもったいないと思います。ただね高校のうちからこれしたいっていう学問がある人はね珍しいと思いますし、あとは勉強してるうちにね思ったのと違ったわっていうこともねよくあるので、これぞっていうものがない方はねとりあえず偏差値の高い大学を目指しておくのもありなんじゃないかなと思います。詳しくはね勉強する5つと右の動画を見てください。それでは最後の質問、河野さんはまとめノートについてどう思いますかという質問ですね。まとめノートですよね、作っていいと思うんですけど、もうね大学受験で言うと特にまとまってる参考書って無限にあるわけだから、わざわざねまとめノート作んなくてもいいんじゃないかなとは思いますね。ただ赤シートで勉強できるようにしたいとか、あとはね分厚い教科書ずっと持ち歩くのだるいよとかね、そういういろんな理由があって、どうしてもねまとめノート作りたい方は当たり前なんですけど、そのノートを作って満足せずにしっかりとね書いた内容はマスターするようにしましょう。僕の場合はね化学の化合物の色とかね、なんかノート、ルーズリーフに殴り書きとかしてそれを持ち歩いてねいろんなとこ行く時にもちらって見ては歩いてみたいなことをしてねしっかり覚えてましたね。まとめノートが合うか合わないかについてはねその人自身にもねよると思うので、最終的にはね学校の成績実際に伸びたかどうかっていうのでね判断してもらってもいいんじゃないかなと思います。ということで受験相談室、皆さんのね質問に答えてきたわけなんですけど、まだまだね今後も皆さんのね受験に関する悩み質問に答えていきたいと思っているので、コメント欄だったりあと Twitter やインスタの DM、 もちろんリプとかでね送ってもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。